柳沢はネット上で QBK と言われていることを1年以上知らなかった。ちなみに QBK とは急にボールが来たのでの略で、柳沢がワールドカップで絶好のチャンスを外した際のコメント。柳沢は一時期モデルの凛花と付き合い、今の奥さんもモデル。凛花は柳沢と過ごす夜について本当に早かったと認める。柳沢は美女鹿島サポーターとの密会が報道され、自宅謹慎処分。柳沢と密会が報じられたサポーターはその後金森と密会。柳沢は少年時代トロフィーをちっちゃいねと言い、親父に説教を食らった。柳沢はセリエ A 44試合出場0得点、こじゃれたプレーをしたがるという意味でキザと言われた。柳沢は点を取るだけがフォワードの仕事じゃないと言い物議を醸した。柳沢は17年連続得点の記録を作るなど、黄金世代と共に輝いたシャドーストライカー。